ラストコップ8.6%、 それが第1話の視聴率なんだけど、なんとこの前の7月クールの時をかける少女の初回視聴率 9.4% を下回る、まさかの一桁スタート。うん、連ドラ放送前のイベントで、来年2017年ゴールデンウィークに劇場版が公開予定とぶち上げたりとね、話題作りにも余念がなかっただけに、この数字はかなり厳しいとしか言いようがない。うん、ちなみにね、世間の評判はといえばかなり好意的で高評価なものもあってね、例えばウェブサイトドラマ映画テレビ .com 10月11日付ではこんな解説が、ラストコップがクソ面白いと絶賛評価されている3つの理由。その1、全力でくだらないところが面白い。ラストコップの良さは何と言ってもバカバカしい笑いを全力で演じているところ。若かりし頃の唐沢俊明と吉田鋼太郎のぶっ飛んだビジュアルとか、すみません円2000円というくだらないダジャレとか、最近のコメディータッチのドラマは雰囲気だけコメディの中途半端なものが多いですが、ラストコップは徹底的にくだらない笑いを追求しているところが二重丸。その2、唐沢俊明と久保田正孝のバディが最高すぎる。まるで夫婦漫才かのように息がぴったり、唐沢俊明がボケて久保田正孝が突っ込む、まさに最強の漫才コンビです。その3、演劇みたいな臨場感がすごい。それがよく現れていたのが、乾杯をするときに時間が止まった体で久保田正孝がメンバー紹介をします。通常ならば映像の編集で時間を止めますが、あれは役者が瞬き一つせず動かなかっただけでしたね。演劇を見ているような、劇場で目の前で役者が演じているような臨場感が溢れていましたね。なるほどね。まあマニアックな笑いだけに賛否両論あるとは思うんだけど、うん。で、さて、そんなラストコップに毎度おなじみのあの方からメールが。佐々木のぞみのコスプレが毎週楽しめるのかと思うと、それだけで気になってしまう今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ラストコップ第1話、今回は連続爆弾事件を取り上げた内容で、初回にふさわしい派手な展開になりましたね。それにしても、どんな爆破があろうとも何事もなく起き上がる姿は、不死身同然の両津勘吉を思い出させてくれます。なのでラストコップにちなんでは、不死身のキャラクターが登場する映画を紹介していこうと思います。まずは死霊の腹渡シリーズに登場する主人公アッシュです。簡単に言えば、ゾンビ軍団と戦い続ける主人公アッシュの物語というのが基本構成です。シリーズ1作目が1981年にアメリカで公開、日本では4年遅れて1985年スプラッターブームの先駆けとして公開されました。その後シリーズ3部作、舞台ミュージカル、リメイク作品、そして昨年はついにテレビ新シリーズまでスタートしました。もはや35年にわたる長期シリーズの中、絶対に死なない不死身キャラが主人公アッシュなのです。周辺の登場人物が次々とゾンビの餌食となる中、とてつもない爆破に巻き込まれたり、自らの腕をチェーンソーで切り落として感染を防いだり、自分で口の中に熱湯を流し込んで体内の悪霊を退治したり、時にはタイムスリップをしてしまったり、それはもうあらゆるデタラメな手段を駆使して死霊軍団を退治するべく生き残っていくのです。そのアッシュ役をシリーズ1作目から昨年のテレビ新シリーズまで演じ続けているのがブルース・キャンベルです。現在58歳ですが、そのタフな風貌とテンションの高さは今も健在です。
他の作品で目立った映画はなく、役者人生をほぼアッシュ一人にかけてきたと言っても過言ではありません。そのため全米各地で行われる資料の腹渡シリーズのファンミーティングには欠かさずゲストで登場しているそうです。ゾンビ映画、ホラー映画好きにとってもはや神様のような存在なのです。ラストコップも映画化が決まっているようですが、不死身の刑事たちが伝説となるような展開を期待したいと思います。なるほどね。うん。ということで、とにもかくにもラストコップ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。